明日から始まる仙台七夕祭りの前夜祭として開かれた仙台七夕花火祭り。会場ではコロナ禍で中止されていた飲食の出店も4年ぶりに復活し、にぎわいを見せました。そして午後7時半から1万6000発の花火が次々と打ち上げられると、訪れた人たちは森の都の夜空を彩る大輪の花に歓声を上げて見入っていました。原発で出てくる花火がすごい綺麗だったので、それにちょっと好きだなって思いました。仙台七夕祭りは明日から3日間行われます。